のカフェというとどんな場を思い浮かべますか？リラックスできるところ、楽しいところ、居心地のいいところ、いろいろ思い浮かぶと思います。私もそんな場を医療福祉業界に作りたいと思ってカフェを始めました。私は7年前からカフェを始めています。医療介護にまつわるテーマで毎月1回カフェを開催していくうちに、だんだんと口コミで広がり今に至っています。ありがたいことにカフェのご案内をするとすぐに店員になるという状況が長く続いています。これは閉鎖的な業界にとって求められている場だったと言えるのかもしれません。私がなぜ介護の仕事をしようと思ったかと申しますと、一般企業にも勤めたことがあるのですが、すぐに私の代わりがどこにでもいると気がついてしまいました。もっと直接社会に貢献できている実感の持てる仕事がしたいというふうに思ったんです。そんな中で所属の事業所が介護事業を始めることになり、介護の現場に入ることになって、利用者の方との触れ合い、コミュニケーションから私自身人間性を取り戻させてもらえたというふうに思っています。ですから私は介護の仕事にとても感謝をしています。そんな尊い仕事であるにもかかわらず、介護に関わる方は自己肯定感が低い傾向にあります。私は自信と誇りを持って豊かに生きられる介護職を増やしたいというふうに思って活動を続けています。未来を作る介護カフェは7年前に30人程度の小さな喫茶店を借りてスタートしたのですが、先日7月21日には全国のカフェ運営者や地域のつなぎ役が集まるファシリテーターミーティングボリューム1を開催することができました。前向きに介護を良くしていきたいという思いを持った仲間の輪がどんどん広がってきています。私がなぜカフェのような場を始めようと思ったかと申しますと、介護の現場で働き、介護福祉士、ケアマネージャーと資格を追いかけているうちは、なんとか継続のモチベーションを維持することができていたのですが、晴れてケアマネを取り、施設で勤務する中で、自分の目指すべきビジョンが何なのか、未来が見えなくなってしまったんです。また、同僚や上司、他職種と、コミュニケーションギャップに悩んでいた一番の当事者でした。私自身がそういった思いを SNS で発信していくうちに、このような悩みは私だけではなく、ケアに関わる人、多くのケアに関わる人が悩んでいる共通の悩みだということが分かったんです。そしてリアルにそのような方たちと対話できる場を作りたい、その中から未来へのヒントが得たいというふうに思ってカフェを始めました。私がカフェを始めた頃には、一ケア職がフラットに対話できるような場はありませんでしたが、今は介護に関わる方はもちろん、他専門職や経営者、一般企業の方や家族、介護家族の方など幅広い層の方にお越しいただき、私が過去に作りたいと思っていたフラットに対話できる場を作ることができています。またカフェのメリットの一つとしては、地域を超えた仲間が作れることです。地域の中で孤軍奮闘して燃え尽きてしまう人も今までたくさん見てきました。地域を超えた仲間とのつながりが介護の仕事のモチベーションを
維持することができる大きな要因になっているのではないかというふうに思います。これまで200を超えるテーマでカフェを開催し、延べ9000人以上の医療介護関係者と対話を継続してきました。そんな中でもやはり課題になるのは人材不足です。介護業界は今究極の人材不足と言われています。ただ少子高齢化が進む中、今どの業界も人材不足です。そのような中でやはり工夫をしていかなくては、介護業界で働いてもらおうという人は増えていきません。今必要なのは価値の転換が図れる人材です。当たり前に捉えられていることを再定義できる存在が必要になります。一般の人には根強い介護の 3K の発想があります。そのような方たちに介護の魅力や専門性をどのように伝えていくことができるか、その課題を解決することがこれから人材不足を解消する大きな要因になるのではないかというふうに思っています。介護の仕事はクリエイティブで奥の深い究極の対人サービス業です。言われたことをこなすだけではなく、自分の頭で考え行動できる人を増やしていく必要があります。また生活を支えるエキスパートで新たな道を作っていく存在です。さまざまなことにアンテナを巡らせる生活のプロであり、超高齢社会を先頭を走っていく必要がある存在です。また利用者の方の管理をするのではなく、その方のできることや強みを引き出す自立支援の専門家である必要があります。このような価値観をもとに介護のプラスの側面を伝えていける人でありたいというふうに思っています。そのような価値観を伝えるために学校での出張カフェも開催しています。認知症当事者の方に日頃どのように接してほしいか、困りごとを紙芝居で紹介していただいたり、デイサービスの日常をユーモアあふれるタッチの漫画で紹介したり、美容や旅行など介護事業を営んでいる仲間から介護の魅力を紹介してもらったり、暗くて地味なイメージから明るくやりがいのあるイメージを子どもの頃から知っていていただきたいというふうに思って開催しています。ただ介護の専門性を社会に開くための取り組みとしては、一般企業や大学、ウェブサイトとのコラボレーションや事業開発の協力、最近では介護と仕事の両立支援の相談に乗るケアマネージャーの仕事も始めています。私は介護福祉士、ケアマネージャーの先のキャリアを模索したいというふうに思っています。介護福祉士、ケアマネージャーの未来の選択肢を増やしていくこと、そして生き生きとした後ろ姿を見せていける存在が増えていくことが、やはり人材確保には欠かせないのではないかというふうにも感じています。また私はケアマネージャーをしながらカフェを開催するものとして、さまざまな資源をつなぎ新しい価値を生み出す地域を超えたインフォーマルなケアマネージャーとして、未来に明るいビジョンを描ける人を支援していきたいというふうに思っています。今の日本社会の課題はつなぎ役がいないということではないでしょうか。職種や業種、地域などによって壁ができてしまっています。その地域の資源をつなぐための取り組みとして、ケア職が地域をつなぐファシリテーターになる必要があるというふうに思っています。
その取り組みの一環として始めたのが介護カフェファシリテーター講座です。カフェのような場を始めたい、地域とのつながりを作りたいというような方のために、カフェ運営のコツやファシリテーションを学んでいただくための講座です。昨年8月からは地方での開催を始め、今まで12都市で開催し、400人以上の方に受講していただき、この1年で30カ所以上のカフェが新たに誕生しました。介護カフェファシリテーター講座を受けて立ち上げたカフェの紹介をさせていただきます。こちらは神奈川県のデイサービスで、デイサービスの休日を利用して、利用者の方や家族の方だけではなく、地域の方も障害を持った方も一緒になってカレーを作り、交流の場を作っています。またこちらはときめき未来カフェというカフェで、お寺の住職の協力を借りて、それぞれ一品持ち寄って地域とのつながり作りを進めています。またこちらはベトナムで日本人の介護福祉士が立ち上げた未来を作る世界をつなぐ介護カフェです。ベトナム人との、多職種との交流や介護理解を促すために開催をしています。これらのカフェは本当はもっと全部紹介できたらいいんですけれども、今新しく立ち上がっているカフェや多職種が集えるような場がどんどん新しく生まれています。カフェは新たなことややりたいことを見出すためのプラットフォームだと思っています。先日21日には全国のカフェの仲間たちが、22都市の仲間が集まるオンラインカフェを開催することができました。これからの医療福祉職の働き方というテーマでオンラインで対話で共有することができました。これからもこれまで各地でカフェや講座を開催してきた仲間たちとさまざまなことにチャレンジしていきたいというふうに思っています。人生100年時代に必要なのは新しい仲間を作る力であり、場作りができるつなぎ役の存在ではないかというふうに思っています。カフェは居場所です。これまで医療は医療、介護は介護、看護は看護というふうにそれぞれの職種で区切られてきてしまった壁を横串を刺すようなフラットにつながれるような場を、これからも各地の仲間たちと作っていきたいというふうに思っています。私も8年前カフェのような場を始めたいと思うので一緒にやりませんかというふうに呼びかけてカフェを始めました。今からでも遅くはありません。あなたも自分らしいカフェを始めてみませんか。ご清聴ありがとうございました。